リスタルズになると、バンバン物語ですね、本日はファイルナンバー12、合ってる？合ってる。ライムくんです。ライムくん、はい、ライムくんはね、パピヨンのおじいちゃんです。12歳。ワンちゃんの12歳って何歳ぐらいか知ってる？12歳、小型犬だと何歳ぐらいだろう。何歳でしょ。60歳ぐらい。50ぐらい。60歳までいかないかな。まあでも近いですよね。60近くか、還暦ぐらい、ですよね。大型犬もちょっとおじいちゃんになるんだけど、ね、早いからね。大きい方が早いの。早いの、早いですね。相当でもおじいちゃんなのね、で、おじいちゃんなんだけど、まあどういう経緯でね、保護団体に来たのかわかんないけど、保護したの。あ、おじいちゃんで来たの。おじいちゃんで来たのよ。なんでおじいちゃんまで行った後にそうするかな、ね、どういうね、どういう経緯がわからないと。わかんないけどね、まあでも運よくね、そうやって団体に保護されて、でもう12歳で、実はね、体もすごく悪かったの。もう顔がパンパンに腫れてて、なんだろうと思ったら歯槽膿漏。あ、歯磨きなんかしてあげなかったんじゃない、ね、で、そんな腫れちゃうの。腫れちゃう。だってあの歯茎からばい菌が入って、細菌が入って炎症を起こしちゃうからね。もうパンパンで、で心臓が悪かったりとか、まあ、腎臓が悪かったり、本当に年取ってるなりにね、体も悪い子だったのね、で前もゴルゴじゃない君の時も話したけど、シニアのワンちゃんってなかなか新しい飼い主さんにご縁つなげることが難しいんだよね。だって、ね、譲渡された後に病気になるかもしれないし、可能性が高いもんね。全然高いから、だから相当覚悟がないとやっぱりお迎えができないんだけれども、奇跡的にね、お迎えしてくださるご家族様がいて、それはすごい。そうなので、今もう元気に楽しく暮らしてるんだけど、私よくママとね、ご連絡を取るの、でとにかく年寄りだから、ママがね、わがままなんですよって、すごいわがままなんだって。犬もそんな風になるんだね。まあ人間も年寄りはね。いや、うちのお父さんとかも本当にうちの味もそうだ。そうでしょ。やっぱりね、わがままでね、これは食べない、あれは嫌とかすごく言うんだって。なんだけど、やっぱり年も取ってるでしょ。で、体も悪いし、これからどのぐらい生きられるかわからないっていうね、今中で、やっぱりママはそれもね、それすら愛おしいって、愛おしいって、生きているっていうことじゃないですか、ね、生きて元気でなければ、これが好き、あれが好きとかなかなか言えないでしょ、だから、そうやって言ってる間はね、あ、ライム元気なんだなって思うんだって。そういうね、ご家族様にお迎えがされて本当に良かったよなってしみじみ思います。で、ワンちゃんの、まあ、人間もそうなんだけど、 QOL って言葉があって、クオリティオブライフ、まあ、生活の質ね、っていう言葉があるんだけど、まあ、病気になったら病気をしたなりに気をつけて気をつけて暮らすっていうのももちろん暮らし方、だけど、ライム君のように病気たくさん持っててね、あと、もしかしたらわからない、本当1年2年、12歳だし、いつまで生きるかもわからない、そこ の残された時間っていうのをどういうふうに幸せに生きるかっていうのは、やっぱり飼い主さんなり、行った先のね、お家なりにいろいろ考え方があっていいと思うんですよね。だからね、ずっと病院に入院して治療すれば、もしかしたら寿命が延びるかもしれないけれども、そうじゃない生き方もなんか、どれも正しいよね。そう、あるかなっていうふうに思いますね。私はやっぱり後者かな。なんか少しでも長い時間、やっぱり大好きなね、愛犬と一緒にいたいなと思いますね。そういう道を選ぶだろうなって思います。で、ライム君も今だからお家でね、言いたい放題、やりたい放題。伸び伸び暮らしてるってことでしょ。伸び伸びよ、もう。これは嫌、あれは嫌って。なんかパンが好きなみたいなんですけどとかさ、なんか豚肉が好きみたいなんですけどとかね。なんかそんなことばっかり言ってね。でも受け入れていただいて、それは幸せですよ。かえってストレスが少なくてね、長生きするかもしれないですよね。わかんないですよね。笑っちゃったで、本当に老人の犬がそんなわがままで。メイちゃんもそうです。いや、もううちのね、ダックスのメイちゃんもね、本当に頑固でね、今11歳なんだけど、似たようなものだよ。すごい。ちょっとね、シャップとかグリーンのお尻ピュッてこう触っただけでもね、わらわらわらって、こっち来たみたいに、本当にね、ドイツ人だからね、ダックスはね、ドイ
羊人だからやっぱそれちょっと頑固なとこあるんだね。でもやっぱり年寄りは年寄りなりに暮らしたいんですよ、犬も。そうね、子犬は嫌だよ、にぎやかで。確かにそうかも。私は遊ばないって言ってるでしょって言って聞こえてくるもん、うん、声が。わざわざそばに来て言ってて、あっちにいればいいのにさ、わざわざ来て遊ばないわ、はっちゃんなんでここにいんのみたいにして、あっち行きなさいよ。言わないとね、年寄りって言わないと気が済まなくなるんだ、きっと。そうなんだろうね、面白くてね、だからね、見てるとね、そうやって見てるとね、うん、面白いよ、老犬は。面白い。そんなライブ君ですよ。はい、はい、じゃあそんな感じで。さあ、どんな、今日ママ来てんかもしれない、どんな話がね、聞けるのか。わーわー物語の続き、はい、指切りゲームマンストーリー。これね、私先に知ってるからね、うん、いや意外なんだなと思って聞いてたんだけど、はいはいはい、みんなが見ている、うん、ライム君もライム君だけど、最初に写真もらってね、行った時にあのほら病気を持ってたり病気をしたりしてるでしょ、うん、だからね、本人はすごくそのことをね心配して生きてるの。へえ、うん、なんかやっぱり自分で分かるんだろうね、あちょっと調子が悪いとか、痛かったりするのかな、分かんないじゃん、それに痛いっていうよりも、うん、調子が悪いことが、うん、だから年老いていく、ね、はいはい、で老化ゆえのってあるんじゃない、うん、体力を持ってるとかじゃなくても、うん、なんでこんなことができないんだろうとか、うん、ちょっとね調子が悪いとか気持ち悪いとかさ、人でもあるように、うん、そういうのをちょっとね実はビクビクしてるのね。へえ、そう、うん、だからそのわがままなんだって聞いた時に、うん、あそんなこともあるんだなって、よかったと思ったの、うんうん、心配してる部分だけすごく伝わってきたから、うん、で心配かけてごめんね、悪いねとも思ってるのよ、わがまま言いながら。そう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 、だからちょっとこうマッサージしてあげるとか、そういう不安をなくす時間をちょっと増やしてあげるといいかなって、実は本人はそういうこと心配して生きてるからね。そう、わがまま言えてるところは素晴らしいね。だからもしかしたら飼い主さんとかみんなに心配かけないように、うん、そうしてるのかもしれない。あ犬ってねするよ、うん、すごくするそういうの、うんうん、だってごめんなさいと思ってるから、うん、申し訳ないやねって、うん、元気みたいに見せてるみたいな感じなのか。だからちょっとそういうのを忘れちゃうくらい、うん、お天気のいい日に芝生のところでゴロゴロする時間があったりとか、うん、マッサージ今日はじゃあマッサージしようねって、うん、それこそ音楽かけてね、うん、そうするとそんなことを何にも考えない時間っていうのが増えるから、うん、落としてあげるといいかもしれない。あでもねママが言ってた、12歳だけど、まあ、元気なのよ、うん、お散歩も大好きだし、うん、今ねお子さんがね小学生のお子さんがいるんだけど、うん、ワンワンパトロールっていうのが地域であってね、あみんなが通学途中登校するときにワンちゃんと一緒に登校するっていうのがあるので、うん、あるあるある、そこに張り切って行ってるらしいんだよね。じいさん張り切って、すごく楽しそうだから、ね、楽しい間はそういう気持ち忘れるじゃない。そうだよ、ね、だからそれがイコール元気になる。あそうか、考えすぎちゃう、やっぱり年取ったらいろんなことが気になる、うん、人でもそうじゃない、うん、そうだね、そういう傾向はあるから、うん、全然忘れちゃうような楽しいことに気にするなってことだね、年取ってるとかね、病気だっていうことをね。そうね、うん、そっか、そういうフォローしてあげるといいかもしれない。なるほど、じゃあママに言っとこう、うん、ね楽しみだね、楽しみ、ねうん、いやワンちゃんって道根たちと知り合ってね、うん、ワンちゃんのそれこそ年寄りのワンちゃんの性格のようなこととか、うん、なんか今まで私も犬が好きだったけど、はい、知らないそういう、ね、面とかを、うん、知るようになってね、うん、犬が苦手な人にもこういうの伝わってったらいいなと思うね、うん、ね、本当に何回も言うけどさ、年老いていけばいったなりのやっぱり愛おしさってあるんですよね、うん、もう今までこう長くね付き合ってきたその時間、うん、時間に比例してっていうのかな、うん、なんかやっぱり深い深い思いがありますよね、うん、そうなってきて初めてなんか本当に家族になれたことの幸せっていうか実感ができるのかなと思うのね、うん、そうだからやっぱり最後まで一緒に、うん、最後まで本当に一緒に私ちょっとなんかね思いが大きくなってきちゃってね、うん、ボランティアとかああいうの来年壊すでとかっていうのもそうなんだけど、今うちたまたま近所の人にねちょっと誤解されてというか、うん、みんな何とかしろとか言われてね、うんうん、でもね嫌いな人もいるじゃない、うん、そういう人たちにも
なんか 犬ってこんなに素晴らしい生き物なんだよっていうのをね、うん、知ってもらいたいなと思う。そうね、知らないで終わっちゃうなんてもったいないですよって言いたい、うん、ぐらい犬って付き合ったら素晴らしいよね、うん、そうですね、うん、なんかいない人生なんて考えられない、考えられないよね、うん、考えられない。あと子供とかが本当にワンちゃんと暮らすと本当に心が育つ、うん、チャップチャップ古文になってるよ今毎日ね、なんかお説教されるんだって一日あの写真かわいい、かわいいでしょ、ね、でも本当にそういうあの育ててもらうっていうかね、本当に犬から教えてもらうことってたくさんあるもんね。本当にそうよ、犬って野生じゃなくて、うん、人間と一緒に生きるために生まれてきてるんだもんね、うん、そうですね、それを受け入れていこうよとか思うよね、うん、そうね、うん、そのちょっとまた活動が増えちゃうね、増えますねまあそれぐらいどんどんこう大きくなっていくのがいいんじゃないですか、ね、はい、ね、そんなじゃあわが物語大部分でママによくお伝えしよう。そうね、今日楽しみにしてくださってるから、はいありがとうございました、はい、あ、たっぷりやっちゃったね。どうしましょうエンディングだね。エンディングいきましょうか。じゃあちょっとシンクロ、はい、シンクロはできないね